週刊ダッシュの記者尾上聡。あっ、俺はペン一本でこの世の悪を暴いてやろう。誰かのために働く、お前はそういうやつだ。ただあいつはどんな過酷な現場を見てもぶれなかった。お前が思ってるよりずっと強いよ。何隠れてんだよ。全然一ミリも隠れてませんけど。嘘ついてネタ取ってそんでいい気になるやつなんて、あいつが一番嫌いな人間じゃん。元に戻ったんじゃない。あいつは今ちゃんと俺を知った上で嫌いになった。お前かよ。やばい、気になってる人いるでしょ。わかるんですか？ええ。うわ、運命の相手かもよ。え？あ、それどうですか？ねえ。俺はお前が好きだ。お前は俺の方がな好きだ。でも冠城さんって面白い。やっぱりやべえのだ。うまい。お前さ死ね。はうみでどうだ。カナダコーヒーど結構です。遠慮すんなって。大丈夫です。あ、よかったって。俺が作ってやるから。あれ、砂糖とミルクは入れる派入れない派？本当に結構ですので。神の気遣いが詰まった砂糖ミルク頼む。先輩どうした？できるだけ触らないでいただきたいのです。挙句の果てに神の手が俺の右手に触れたわ。あなたにとっての僕は俺、柳瀬さんと同じシャンプー使ってるのか。明日同じ匂いしちゃうなずっと。ずっとやらせたを追いかけとったから俺だよ。いいから本人でもやらせたのことを悪く言う人じゃ許せん。柳瀬さんのことが好きなんじゃ。夢じゃないよな。